私はあかり、どこにでもいる中学2年生。私にはやめたい愚行がたくさんある。今日もたくさん宿題があるよ。あーめんどくさい、やりたくない。ちょっとだけ YouTube でも見るかな。見たい動画があるわけじゃないけど。すべてお話しします。なになに、何のこと。はあ、嫌いな食べ物の話なんてどうでもいいよ。見て損した。違う動画でも見て気分転換しようっと。うぅ、もうこんな時間、急いで宿題やらなくちゃ。なんでスマホ見ちゃったんだろう。宿題すれば早く寝られたのに。やった、明日はお休みだ。今日はとことん夜更かしをするぞ。ゲームをやっても漫画を読んでも許されるぞ。明日起きられなくても知らないぞ。明日はお休みだから大丈夫だもん。今日は休みじゃん。まだまだ寝られるよね。もう一度寝ようっと。もう夕方か。寝すぎちゃったかな。まあ今日は休みだし。はあ、おはよう。遅よ。あかり、もう夕方よ。あれ、お姉ちゃんリンお出かけしたの。リンとデパートでお買い物してご飯を食べてきたの。うまかったぞ。私も誘ってよ。ずっと寝てて起きなかったでしょ。夜更かしするからだぞ。ちゃんと起きればよかった。貴重なお休みを何してたんだろう。いらっしゃいませ。今日は雑誌だけ買って。あ、何これ、期間限定のカップラーメン。あ、こっちは季節限定のアイス。あ、ポテチが特売。これはお買い得、全部買っちゃえ。ありがとうございました。もうお小遣いがなくなっちゃった。なんかお腹減ってきた。さっきご飯を食べたばかりなのに。今食べたら太っちゃうかな。でもお腹減って我慢できない。あ、そうだ、さっきカップラーメンを買ったんだ。ちょっとくらい食べても問題ないよね。おいしい。夜に食べるラーメンってなんでこんなにおいしいんだろう。ああ、そういえば冷蔵庫にアイスもあったんだ。あれも食べちゃおうっと。また太ってる。なんで。毎晩カップラーメンを食べれば当たり前だ。よし、決めた。もう悪い習慣はやめる。今日からスマホも見ないし、夜中のラーメンもやめる。無理だな。決意だけでは悪い習慣は断ち切れない。また愚行を繰り返すぞ。そんなのわからないでしょ。今度こそ固い決意でやめてみせるよ。意志の力に頼ることほど無駄なことはない。お前は今まで何度スマホをやめようとして挫折した。なら、どうやったら悪い習慣をやめられるの？いろいろ方法はあるが、一番簡単な方法を教えてやる。悪習慣を行うのを面倒にするんだ。面倒にする？例えば、スマホをダラダラ見てしまうのは手元にあるからだ。なら、スマホを机の上など離れた場所に置くんだ。確かに、手が届かなければあまりしないかも。夜食にカップラーメンを食べるなら、カップラーメンを家に置かなければいい。無駄遣いをするなら、財布の中に必要以上のお金を入れない。手間がかかれば、愚行をやるのが面倒になる。面倒なことはやらなくなる。わかった。手間をかければいいんだね。じゃあ、スマホをやめるために、これでどう？これならスマホを簡単には使えないよ。やることが極端だな。愚行をやめるには完璧にやらないとね。あ、電話がかかってきた。電話が取れない。今日の授業は終わり。また来てね。